こんにちは、アマゾンサポーター堀秀夫です。今日は会員さんからのオーストラリアアマゾンの売上報告いただきました。オーストラリアアマゾンは今とても稼ぎやすい状況です。オーストラリアの売上報告、6月は270個売れました。前月比 150% です。270個売れてます。売上が4237ドル、3ヶ月連続で売上増えると。3月は35個、4月が181個、5月280個と伸びています。今月は400個目指しますということでね、売上報告いただいてます。今 EMS が止まってね、納品しづらい状況になってます。これ一見ね、マイナス要因のような気するんですけど、ところが実はすごいプラス要因です。それというのも、オーストラリアマの一番のライバルは中国人セラーです。で、中国人セラーはね、中国から自己発送で、郵便を使って送る EMS または航空便で送ってます。これはね、中国の、郵便料金非常に安いというのがあるんですけど、ところが今郵便局止まってますのでね、その最大のライバルである中国人セラー、出品しようがないというか、出品しても発送方法がないんでね、今、軒並み活動やめてます、休止してます。そうすると今オーストラリアアマゾンに FBA で販売するものを納品できさえすれば、かなり売れるという状況です。もちろん EMS よりね、納品方法が大変だとか送料が高いということもありますけど、納品方法はね、どういう納品が、問題ないのか、ちょっとね、トラブったりした事例なんかで、経験積みましたし、あるいは、送料が高いというのはね、一個一個に直せば、十分吸収できる商品がたくさんあるので問題ないということでね、納品さえすれば売れるという状況になっています。そんな形でね、今オーストラリアアマゾン EMS 再開するまでペースダウンしようということじゃなくてね、逆に今納品すれば売りやすい時期なんで、どんどん商品探しをして納品していってください。また商品探しあるいは納品方法についてご質問、確認事項があればどんどんお寄せください。お待ちしてます。アマゾンサポーター堀秀夫でした。